音楽でなんとなくわかると思うけど、今日の動画は人によってはちょっと怖いんで注意な。ウカミナタニメイク。やっぱちょっと怖い。これは2023年11月から TikTok を中心に流行り始めているメイク。一番最初は TikToker のブロンドガーリーさんが人間ではないというのをテーマに、ハロウィンに向けて作成したいくつかの動画が最初らしいな。ああなるほど、ハロウィンなんだ。最初から不気味の谷メイクと呼ばれていたわけではなく、どうやらコメント欄から広まった呼び方みたいや。そしてこれがトレンドとして流行し始めて、特に日本ではメガニーさんの動画が話題になったな。そもそも不気味の谷って何なのさ。ロボットの動作や見た目が限りなく人間に近づいた時に、それまで高かった好感度が急に落ち込む現象やな。限りなく近いというのがポイントで、あくまで人間に近いけど違いが分かる時に感じる不気味さのことでいいんやないかな。人間と見分けのつかないロボットだとまた好感度が上がるんだね。まあそんな感じらしいな。知らんけど。